こんにちは、こんばんは、ゲーム動画のゆっこです。パクセルライト始めていきましょう。いらないさ。たっぷりファンさしてくるし。それじゃあ行ってくるよ。必ず結果を出してきます。おとなしくお留守番しててね。それでは行ってまいります。ファンの皆さんに笑顔を。お姉ちゃんたちに任せるのは不安ですからね。みんなに元気を分けてきます。ファンサービスでもあの子には負けないよ。いい子でお留守番しててね。仕方ないわね。行ってきます。それでは行ってまいります。Thank you.
よう。昨日はよく眠れたか？すがすがしい朝だな、教官。私の作った衣装を見てほしいな。強化できる？海はいいものですね。こうして水面を眺め、波の音を聞き、潮風を浴びるだけで全てを忘れさせてくれます。悲しい記憶も。昨晩のオルケストラは大成功でした。そして本日は待ちに待った休日ですが、先ほど私はとある殿方の手によって無理やり服を脱がされもてあそばれてしまいました。その犯人とはフローラ女学院勤務の男性教師。彼は私が魔律人形であるのをいいことに、いけない人形遊びを。まあそのような言い方もできますね。しかし
時にまさか私を服屋に連れ込むとは。さてはお嬢様から頼まれましたね。私の服を選んでやってほしいと。私はお嬢様に付き従うメイド。この制服とメイド服があれば十分です。ですから私服など。先生様、なぜ首を振って。ああ、私としたことが失念しておりました。私はメイドであり魔女。ステージ衣装も必要でしたね。観客の皆様を笑顔にするために。同じですか。先生様、夕食の準備ができました。はい、コテージにお戻りください。そんなにじっと見つめるのはおやめください。先生様は昼間おっしゃいましたね。私服もステージ衣装と同じだと思う。服は誰かを笑顔にする力を持ってると。あの発言を聞いて驚愕いたしました。うわ、この野郎めっちゃ恥ずかしいこと言ってる。吐き気がするほどロマンチストだぜと。ですので先生様がこっぱずかしい発言をしたことがより実感できるように、このようにわざわざ私服に着替えた次第です。いかがでしょう。これでもあなたは服には誰かを笑顔にする力があると。なぜそこで微笑むのですか。もしや罵られると喜ぶちょっぴりお茶目な性癖をお持ちなのでは。ですがご安心ください。あなたは私にとってもう一人のご主人様。そこまでハードコアなものでなければご主人様のご要望にお答えして。ナイスツッコミだと判断します。それに可愛かったから笑顔になったですか。その言葉が真実なら先生様の発言はあながち間違っていないかもしれませんね。観客の皆様を笑顔にするためのステージ衣装、それと同じで私服にもそばにいる誰かを笑顔にする力があるのだとしたら、多少は私服に興味を持ってもいいかもしれません。私にとって大切な誰か、お嬢様や先生様が笑顔になられるのであれば。ええ、私は大変高性能かつ希少な魔律人形、デザイン性も抜群ですので。それはそうと、先生様、予定では明日の昼には帰ってしまいますが、もしよろしければ明日の朝散歩をしませんか。この海岸は朝焼けがとても美しいと聞きました。それにこれはテストでもあります。明日の朝もこの私服を着てまいりましょう。そして先生様が笑顔になられたか確認いたします。私には高性能なセンサーが搭載されていますので、他者の体温や脈拍を測定すれば気分が高揚しているか判断できるのです。ただセンサーは手のひらに搭載されています。ですので明日の朝ここを歩くときは私と手をつないでくださいませんか、ご主人様。よく来たな。運試しと行こうか。
元気は出ずか。行きましょう。参りましょうか。戦闘開始。おしまいなのですね。この報酬無駄にはしない。お任せください。戦闘開始。行きたい。
倒れるわ。倒れちゃう。ご奉仕いたします。集中的にやられたな。任務開始だな。どうしたが。ミッションコンプリートで労働の対価。お掃除もメイドの仕事ですからね。あよさきはとならざるもの。全然メイドです。お二人はあよもうボスです。いやレッスンの成果は隙だらけです。ピーターアクビが出るわ。おいしそう。失礼。大変勝負だ。テキってのがあるんだよな。顔をしなさい。くずき押し邪魔よ。ワフワフ。まだほとんどヒットポイント減ってない。ピーターアクビが出るわ。順調に削れてる。写真鮮明です。人狼の力、魔法仕掛けの人形劇。いいですね。すごい回転してたな。もう一回足。とどめだ。倒れた。うまい。隙だらけです。ピーターエンドですね。もう少しだ。そう。オッケー。うん。もうおしまいなのですね。ご褒美ご褒美ワッフルと。ティアラ強化しないとな。失礼。サポートお願い。やった。天才さんですね。我ら巫女、あなたの指揮を潰し者。どうするんだろう。健康一滴。隙だらけです。ピーターエンドさんですね。もうそれが働かない時はある。ターゲットロック。とどめだ。ワフワフ。健康一滴。
我は人が作りし者、人の願いを叶えし者。とどめだ！天候一滴！任務開始だな！先生！ご褒美に撫でて撫でて！これでも役に立てました！お願いいたします。邪魔よ、誰が積んでるよ。全然ねえね。ターゲットロック。しました。主を守るのはメイドとして当然。準備はいい？掃除もメイドの仕事ですからね。我に先立ちとならざる者もっといいかりを。すごいって。ああ、そう、姿が見えないわ。サポートをお願いします。失礼。誰が積んでるよ。残りヒットポイントが相当でかいんだ。お任せください。ってどういうこと？
開始だな。知ってるわけないけど。自然だ。テンションシュートみたいな。倒せなかった。救援報酬はもらえる。なるほど。組み合わせるとこういうことか。マクっていうのもいいと思うね。いい声で泣かせてあげるわ。なんか変なお化けがいる。死に会えた。私が膝をつくなんて。一瞬で終わった。それなり9954だか、ダメージ与えてるのかもしれないけどね。ダメージ食らってるのがもうフィールドがない。意識沈めたな。あと少し。一撃で死んだ。なんか変なデビル。
こまでは良かったのに。ちょっとティアラ強化しに行ってくる。もらえるんですね。おはようございます。いい朝ですね。装備を強化できんだティアラ。ありがとうございます。これ多少は強くなっただろう。それは足りない。全部今日で無理です。朝から先生と会えて嬉しいです。ちょっとやんで気味なとこあるかな。今朝の朝食はバタートーストでした。芽吹かせてくれました。え、私にプレゼント？わからないことがあったら何でも聞いてください。魔法でごまかしています。これが本当の着せ替え人形。朝からステーキも一向に構いません。無理でしょ。あたしについてきなさい。貴族の役目を果たすことは多く、時間がどんどん溶かして溶けていきますね。あなたの指揮をする。お汁が回された。強い。この話だから 1? まだ鍛えてるサルサ。私の膝をつくなんて。
人形劇を。ありがとう。先生、サポートお願いね。真剣勝負だ。健康一滴。隙だらけです。ティータイムですね。教官。戦えないんだ。ちょっと救援要請します。もちろん残響は絶対参加した方がいいですね。強い魔獣はもしかしたらいいものが得られやすいかもしれない。
てないわ。もう咲いてないわ。またアイアイクリアしろっていうわけか。先に行こう。回復するやつはなかなか難しいと思う。先生様、なりすぎよ。エガをお願いします。お兄ちゃん、すごいなこの表現。ロックご奉仕いたします。お、踊ってる。ピュピュなりすぎよ。結構いってき、想像がなくなった。好きだらけです。それはやばい。これが人狼の力。我は騎士の血を引き継ぐ者。魔法仕掛けの人形劇を。体が狙われてる。体が時計やな。でも回復するんですね。希望の花を咲かせよう。勝負だ。とどめだ。やばいやばい。今度は結構一滴。ヒールキャラクターもいるかもね。天才さんですね。天才ポイントもいいね。もうちょっとだ。全命で。神が先輩に負けないから。やりました。強くなる。やった。楓も役に立てました。先輩以外は失敗か。この辺火力をつけないとね。背中を押しましたね先生。ごめんなさい。あなたを試すような。でもはい、そして魔獣と戦ったあなたの勇気にも心を揺さぶられました。魔獣とはマイナス感情の集合体。他者のマイナス感情を糧にして成長します。だからこそ不安や絶望を得るために人々を襲う。魔獣との戦いには時には命の危険もあります。あなたに彼女たちを守る覚悟がありますか？そこまでしか進んでないのか。拒否できますが、どうやら魔法薬を使わなくても教師になったわ、ね、特別クラスはあなたを惚れさせたようですね。では見届けましょう。あなたの生徒たちの
オルケストラを。さあ、歌おう。私たちが届けるのは心を揺さぶる歌。それこそこの学院のみんなを一目惚れさせちゃうような素敵なラブソングを。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。